Welcome to シビチャンネル。どうも、シビです。ザック。さあ、回線切られるかな？ザック使っちゃうぞ。バトルオペレーションネクスト。ザックがブースターなので、ブースター機関なので、いっちゃおう、みたいな。ラゴーがいる。強襲ゲーですね。どっかを彷彿とさせる強襲ゲー。字は違うけど。敵部隊接近。みんな気をつけて。作戦開始です。走行強化です。おお、ブレ。なんだ今の。分身してたんだけど。ウィングが。イカ族が中継地点を占拠。オーバーヒート。光線状態に突入しました。はーい。ザックなんて見ねえだろ。通称警備。中継地点を占拠。おいておいて。やられました。中継地点を奪われました。キャッチ。中継地点は乱戦上等。味方が敵機を撃破。あんなばっかり。やったー。ランダーゼロ。中継ランダーゼロ。ザクの無視される。味方機がやられました。味方機が中継地点を占拠。損傷甚大。もう待ちません。撃破されました。地味にしぶとす。次々撃破している味方がいます。中継地点を奪われました。再出撃する場所を選択してください。出撃です。あなたの力見せてください。スラスターオーバーヒート。レーダーランダーゼロ。リロード中。オールロックすればいいんじゃないか。こういうラップすればよかったなーって言ってたから。損傷警備的に多くの中継地点を占拠されています。囲まれてます。損傷増加、損傷甚大。意外と硬いんだ。味方が敵機を撃破。ランダーゼロ。あ、マジか。 50% を切りました。意外と硬い。まあ、ただウィングに逃げられると追えないよねっていう話。しかも仕方ないね。中継地点を奪われました。見たときのやられました。強襲機は武器よくするとまあなんかするのあっていいんじゃないのっていう気がするんですけどね。なんだこれ。面白い風になってますけど。味方機がやられました。バラ、今さらバラバラってもしゃあないよ。味方機がついていけないからね。ウィングのスピードには中継地点を占拠。残り戦力もわずかです。ザクはしっかりてる。最後まで諦めないで。やられました。損傷警備。今の外し、なんか言ってる。損傷増加。
今のなんか連打のロックしたよね。囲まれてるんですけど、こっちいなくね、一人ぐらいいないね。おば、全ての中継地点が敵に占拠されています。作戦終了。いないんだけど、味方がいない、再復活してないでしょっていう。まあバグかもしれないですけどね、私もあったけど。完敗ですね。敵が一番初動あそこで勝ったら分かんなかったですけどねっていう感じです。まあ高コストゲーですから。だけどこれでポイントに、まあだけど結局ポイント取ったポイントをベースに報酬が決まってくるので、いくら報酬後のポイントが 1.5 倍になるって言っても、そんなだったら最初から高コスト使えばいいんじゃないのみたいな感じになるのかなっていう。まあなんか 1人か2人戦場にいなかったような気がするんですけど、うん、まあよくある話ですよ。なんでもありですかね、このゲームは。950でしょ、ボーナス入んないじゃん。あれ、入んない、入ってねえじゃん。確か、ザックボーナス入んじゃないの、だから使ったのに。はい、残念です。やっぱ基礎ベースの能力がちょっと厳しいかなっていうのが正直なところですよね。黄色いガンウに締めようか。ちなみにこの強襲の機動走行を上げたら速くなるのかな。やっぱりね、厳しいよね。それぐらいビームライフルが強いですね。確かに早いような気はしますが、若干ね。ここで280が入るんですけど、実際は補正が入ってくるんで、もっと低いです。あ、そういえば、クラッカーの存在忘れてたわ。失敗した。大事、超いい武器なのに。そう。寝転がってようが、入ります。見てるって入んないですね。タイミングよくやれば一応2連撃みたいなことはできます。こうやってまあなかなか決める機会はないですけどね。そもそも格闘を決めるシーンがそんなないっていう。まあそんな感じでございました。いや嫌いじゃないんだけどね、やっぱビームライフルと比べると、こんな使い方なのかな。ステップでそれでは最後まで見てくれてありがとうございました。シルビでした。